1915年全米オープンでのトムマクナマラバルタスロールゴルフクラブは、米国ニューヨークシティのおよそ 30km 西方、ニュージャージー州スプリングフィールドにある36ホールの会員制ゴルフ場である。ルイス・ケラーにより1895年に設立された。1985年にバルタスロールのアッパーコースで全米女子オープンが開催された。このことにより、 全米オープンと全米女子オープンの両方の大会を2つある別々のコース両方において開催した初めてのゴルフ場となった。どちらのコースも AW ティリングハーストが1918年に設計したものである。多くのメジャートーナメントの中で7回の全米オープンと2005年及び2016年の PGA 選手権が開催されている。2005年には 国家歴史登録財に指定され、また2014年にはディリングハーストのコース設計者としての功績の重要性が認識され、国定歴史建造物にも指定された。バルタスロールゴルフクラブという名称は現在のゴルフ場所在地でかつて農業を営んでいたバルタスロールという人物の名前にちなんだものである。バルタスロールは1831年2月22日、 彼の所有するバルタスロールさんの農業小屋にちょっとした財宝が隠されていると信じた強盗二人により61歳で殺害された。ピーター・ B ・デイビスとリシディアス・ボールドウィンが容疑者とされた。ボールドウィンは逃走したが、その後、モリスタウンの酒場で明らかに薬物の過剰摂取で自殺した。デイビスは捕まってニューアークで裁判にかけられた。 状況証拠からは完全にデービスが犯人であろうと思われたが殺人については無罪が言い渡された。だが別の偽造の罪で有罪となり24年の懲役刑が言い渡され収監されたトレントンの集計無所で死去した。1890年代にニューヨークソーシャルレジスターという出版社の社主だったルイス・ケラーがこのスプリングフィールドの土地500エーカーを購入し 1895年10月19日には、ここにバルタスロールゴルフクラブを設立されることを公表した。オリジナルの旧ホールコースは1895年、ジョージハンター設計によるもので、1898年には18ホールに拡張された。このコースは現在、オールドコースと呼ばれており、1903年には全米オープンが開催され、このために、 ジョージローによって改修が行われたりもしたが、現在は残っていない。ケラーは AW ティリングハーストを雇い、当初はこのオールドコースはそのままに、もう一つ別のコースを建設すべくその設計を依頼した。だがティリングハーストは、オールドコースを潰して二つのコースを新たに作ることを提案した。クラブはこれを承認し1918年にアッパーと ロアーと名付けられた二つのコース建設が開始された。1919年8月、ゴルフイラストレーデッド氏は、バルタスロールにおける計画は二つのコースを一気に、建設するアメリカでも類を見ない、大規模なものと報じた。1922年6月には、正式会場し、さらに数年をかけて、全米選手権クラスの大会が開催できるようなコースを目指して、改良を加えた。 初めて開催した全米クラスの大会は1926年の全米アマでロワーコースで行われた。1936年には全米オープンがアッパーコースを会場として開催された。ティリングハーストは1942年に死ぬまでこのクラブに建築家として所属した。1948年にはロバート・トレント・ジョーンズがロワーコースでのトーナメント開催を目指して、 改修と距離延長を行った。このロアーコースは1992年にロバートの息子であるリーズ・ジョーンズにより翌1993年開催予定だった全米オープンのためのさらなる距離延長が行われた。リーズはアッパーコースで行われる2000年の全米山のためのコース延長も手がけた。ロアー、アッパーいずれのコースも 経年により失われつつあったティリングハーストの特徴的設計を元に戻す努力がジョーンズ及び上級設計者のスティーブ・ワイサーの二人により行われた。ここで開催されたトーナメントでの優勝者としてはエド・ファーゴル、ミッキー・ライト、ジャック・ニ・クラウス、リー・ジャンセン、フィル・ミケルソンなどが挙げられる。1995年にはゴルフマガジン誌により アメリカで最も歴史のある100ゴルフクラブの一つに認定された。20世紀後半まで黒人というダイヤ人はメンバーになれなかった。リチャード・ニクソンは1968年の大統領、選挙共和党候補に指名された後、ニューワークスター・レッチャー氏がこのクラブの配達性を報じたため、クラブメンバーを退会した。1909年3月に設立当時からの、 クラブハウスは消失してしまった。同年、クラブメンバーであるチェスター・ヒューカークにより、チューナー・リバイバル様式の新クラブハウスが急遽設計され、6月には建築が開始された。1912年、合衆国大統領が訪問した最初のクラブハウスとなった。バルタスロールでは、USGA 主催の15の選手権試合と2つの PGA 選手権試合が行われている。 1903年、1915年、1936年、1954年、1967年、1980年、1993年の都合7回にわたる全米オープン。1九百四年、百二十六年、1九百四十六年、二千年の四回の全米アマ。さらには百六十一年と百八十五年の二回の 全米女子オープン、1901年と1911年の全米女子山である。PGA 選手権は2005年に初めて開催され、2016年にも再び開催された。出展、太字の都市は PGA ツアーのメジャー大会立地条件が異なっていたため、アッパーとロワーの2コースはそれぞれ大変異なった特徴を持っている。 ティリングハーストはどちらもが等しく好まれるコースとして二つのコースをそれぞれ設計した。ロワーコースは1万8000年前の氷河期の痕跡であるモレーン由来のうねりを持つ丘陵地形に広がるコース、アッパーコースは2億年前の広大な溶岩流から形成されたハースト・オッチャング山の東側に位置するバルタスロール山両線に沿ったコースとなっている。どちらのコースにも 池や人口及び天然のハザードがある。ロアーコース4番と18番ホール及びアッパーコースの9番と13番ホールには池がある。アッパーコース10番、13番、15番にはクリークが配置される。2010年の時点でバルタスロールは2コースを持つクラブの中で唯一両方のコースで全米オープンと全米女子オープンが開催されたクラブとなっている。 ロアーコースは、ブラックティーを使用して7400ヤード、パー72だが、2005年の PGA 選手権は7392ヤード、パー70で行われた。ブルーティー仕様では7015ヤード、パー72、グリーンティーでは6652ヤード、パー72、ホワイトティーでは6325ヤード、パー72、レッドティーでは5539ヤード、 パー73となる。ゴルフマガジンの全米トップ100コースでは、ロアーコースが1995年、1997年、1999年22位に選出されている。ロアーコースの3つの名物ホールは、4番194ヤードパー、3では、池越えのティーショットを2番グリーンに打つ必要がある17番は650ヤードのパー5で、これまでにオンしたのは、 ジョン・デイリーのみとされる18番は533ヤードパー5で、これまで、フーゴル、ニクラウス、ミケルソン、ジェイソン・デイなどの素晴らしいパフォーマンスで知られる。アッパーコースは、ブラックティーから打つと7348ヤードパー72、ブルーティーからは7002ヤードパー72、グリーンティーでは6558ヤードパー72、 ホワイト T6232 ヤードパー72、レッド T は5819ヤードパー73、ゴールド T5540 ヤードパー73となっている。ここアッパーコースでは1936年の全米オープンを含む全米クラスの大会が3回、開催され、ゴルフマガジンの全米トップ100コースには1997年に89位。 1999年には74位に選出された。プロショップは午前7時から午後7時まで営業している。コースは一般には開放されておらず、外来ゲストがプレイするにはメンバーの同伴が必要となる。ドレスコードによれば、デニム地の衣服は禁止、また襟のあるシャツを着用しなければならない。金属スパイクシューズや5人プレイは禁止されている。さらに、 コース内はもとより敷地内全域で携帯電話の使用が禁止されており唯一自分の自動車の中でだけは許される。年中無休でゲストのグリーンフィーは160ドルとなっている。午前7時から午後2時までのプレイではキャビーを帯同しなければならない。フェアウェイとグリーンの芝はポアヌの後ベントグラスでグリーンは毎年3月後半から4月前半まで8月。 後半、さらにシーズン終了後の11月には、罰金が行われるため、その間コースは、クローズされる。ラフは、ケンタッキーブルーグラス植生となっている。バルタスロールは、オーデュボインターナショナルによる、認定共同保護区に指定されている。この指定は、環境計画、野生生物及び、生息地管理、化学物質の安全使用と使用量削減。 水質管理などで基準を満たすものに与えられる。ありがとうございます。